こんにちは、平山茂です。今日は7月15日、木曜日でございますね。現在、時刻は11時20分でございます。ちょうど今大雨が降ってまいりました。大粒の雨がちょうど今降ってまいりました。今日は今からですね、紙芝居の企画の、続編になるんですけれども、今日は打ち合わせをします。今日はその本のね、言ったら物語を考えてくださる、先生とですね、ちょっと顔合わせをしつつ、ランチをしつつ、ちょっと打ち合わせをしたいと思っております。ちょっと車出れないな。でも大丈夫。先生、お久しぶりです。お久しぶりです。雨ですね。僕もびちゃびちゃになりました。一瞬で。お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。平山茂と申します。お願いします。とりあえず1本書いてみるっていうのは。そうですね。そうしましょう。それが一番です。人間なのか動物なのか。ああ、なるほど。人間なのか動物なのか。無限に。そう、なんか無限ですよ。無限なんですよ。パーってなって、もうなんかパーってパーって。そうですね。だから1個ね。じゃあ、大丈夫は1個やっぱ絞りましょうか。そうですね。多分いきなりものができて、いきなり公園でやったところで多分誰も来ないんですよ。なのでまずはちょっと映像にして、ちょっとリアクションを見て、その後にちょっとイベントとかに参加させてもらってっていうのはイメージしてるんですよね。まず映像作品として。さあ、雨も上がりました。紙芝居の物語をね、書いてくれる先生と打ち合わせも終わりまして、お仕事に戻っております。いや、楽しみですね。ちょっとね、一旦ここから先生の方で制作期間にね入るということで、8月末、約1ヶ月ぐらいはねちょっと間を空けるということになりました。ぜひですね、楽しみにしててくださいね。まだね、完成までは本当に、一応年内にね、一作品を、紙芝居 YouTube でね、動画アップしたいなと思っておりますので、長い目で見てください。よろしくお願いいたします。木曜日でございます。木曜日、今日も一日皆様本当お疲れ様でございました。お疲れ様です。あと一日ね、明日金曜日で一旦今週も終わりという方はね、本当にお疲れ様です。あと1日頑張りましょう。頑張りましょう。梅雨が明けたところもねありますけれども、まだそんな梅雨が明けたところでも局地的な大雨にね襲われてるっていう場所もあるみたいなのでね、やっぱり油断せず気を抜かず天候には十分注意して明日からも頑張っていきましょう。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫ですからね。では、おやすみなさい。元気？